はい、ちゃんくん、おはよう。はい。よいしょ。はい、ごめんなさい。データをコンピューターの方に取るのにすごく時間が手間取ってしまって、ご飯をお待たせしました。しおんくんも、あんずちゃんも、申し訳ありませんでした。そして、あら、ポンちゃんはトイレでした。あ、じゃあ、ポンちゃんたちのご飯。しおんくんが、ゆるいうんちをしているのが、だいぶ良くなったかと思ったらまた、ダメだったのでですね、ご飯を一回、ちょっと限定してみようということになりました。で、どうもこう食べるものの相性みたいなものがありそうなので、一つずつちょっと検証していきます。なのでしゅんくんごめんね、美味しいものがいろいろではなくて、まず絶対大丈夫なものから、今日は食べてもらいます。さあ、じゃあジャン君のなでなでを、皆さんちょっとお待ちくださいね。はい、ポンちゃんは健康ですね。はい、あんずちゃんもどうぞ、どうぞ降りてください。はい、ちゃんくん、ちゃんくんはいいよ。あー、もう、さこちゃん、しおんくんと戦いで結構自分は強い気になってるかもしれないけど、かなり加減してもらってんだよ君。いいですか。ジャンくんもね、優しいからねやめてって言ってるけど、本気出したらやばいんだからね。いいですか。もう、ちゃこちゃんは無敵だと思ってるね。はい、あんずちゃんが今度は出ようとしているの。じゃあ、あんずちゃんなでなでしようか。はい、大丈夫だよ。はいはいトイレはやめようね。そこね、そこちょっと匂いがあると思うんだよ今日は。はい、あんずちゃんこっちおいて。あんずさん、あんずさんおいて。外でなでなでしよう。あんずちゃん、あずちゃん、
ずちゃん、トイレに逃げ込むのはちょっと改めようかね。あずちゃん、トイレから出ましょう。そうね、こうやって囲われてるところがいいのね。そういうのがいいのかな。
でもトイレしちゃいそうだけどね。どこに置く？外に？トイレからトイレジャンプ？あ、そっか、ステップは外してってことね。でもトイレ2つ並ぶよ、ここに。ああ、またトイレですか。オレンジのやつをね、入れたじゃない？あんずちゃん、夜中に入って寝てるけど。あんずちゃんさ、トイレに入ると触ってもらえないのは理解できる？何って思ってる？どこが悪いのって思ってる？はいはい、はい、食べて。よし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 、はい、そこだったらいいよ。もうこれは慣れてもらうしかないね。まだだから心理的に隠れたい気持ちが残ってるってことだね。なんか通ったね、今ね。
大丈夫大丈夫。はい、トイレはダメ。外出て。ちょっとお願いします。しおんくんは何それ。はいはい。はい。まあいいな。あずちゃん。膝抱っこの途中で逃げられました。